石の養蔵雑談。今私のアトリエで物を置いている。アトリエはこんな雑然としている。雑然としている。まあこういう雑然とした方がアトリエは落ち着く。いろんなものがやりかけである。いろんなものがやりかけである。並べている。雑然としている。面白いね。これ普通の部屋だ。こんなに雑然として生活できないが、これは私だけの部屋なんで、こういうふうにね、床も何か新聞紙が散らばりっぱなしである。刀なんかも置いているし、アルコールが、だいぶある。あそこら辺はアルコールや骨董を並べているなまあこんな部屋でいろいろ仕事している。そこで今日は言いたい、今のは雑談の前の雑談、コンドメイは本物の雑談。私は英野書を教えているが、武道も教えているが、教えることによって学ぶ。素人は思わんことを言うたりしたりする。これ非常に参考になる。勉強したものは勉強した頭の発想しかなかなか出ない。練習したものは練習したものの発想しか出ない。それに対して素人は自分ではよく分かっていないが、思いもしないことを言う、する。そこにまた新しい研究の種が生まれる、芽が出る。教えることは学ぶことなり。これは極端な言い方であるが、教えることによっていろいろ新しいヒントを得て、もう一回自分でそれを研究できる。これもうちょっと広げたら、人の話を聞くことにより、あるいは人の動きややっていることを見ることにより、いろいろ新しいことも学べる。もっと広く言うと、街歩いてもいろいろ見る。そこに新しい発想のネタがある。すべて目で見るものは新しい勉強の研究の種になる。すべて耳に聞くものは新しい勉強や研究の種になる。となれば、見るもの聞くもの全て研究の種になる。こういうふうな心がけで生きることが大切だし、それによって人間は進歩する。見るもの聞くもの全部とは言わんが、いろんなものが参考になる。ぼやーっと見て
ぼやっと聞いて終わりの人間はもう頭が死んでる。見たら感じよ、聞いたら感じよ、感じたら考えろと言いたい。まあこのぼやっとした人間がだいたい 90% と言っているぐらい、この人間がほとんどである。こういうふうな人間が多くなればなるほど日本の将来は暗い、世界の将来も暗い、その人の人生も暗い。これをもってアホという、アホな連中という。